マムシとは、ナバテア人の都市メンフィスのことである。ナバテア人時代には、ザイズメアンマウンテンズから、アラバへと続き、マ、アレオクロビム、ベールシェバ、ヘブロン、エルサレムなどを通った、河の道の途上に位置していたことから、重要な都市となっていた。都市の面積は、約0.04平方キロメートルで、ネゲブの砂漠地帯では、最小の都市だが、保存状態は、最も良好である。 また、かつて皇帝だった建築物群は、他のナバテア人都市では、お目にかかれない、珍しいものである。さらにこのマムシトでは、イスラエルで発見されたものとしては、最大級の宝物も発見されている。つまりは1万500枚の銀貨、鋳造所の名が刻まれた約7 2ラムの鉛の、トンク、古代ギリシャ文字で記録されたパピルス文書類などである。 再建された都市は、かつてマムシトが、どのような姿であったかを訪問者に感じさせてくれる。街路の全体は無傷で残っており、仕切りのない部屋、中には、テラスなどを備えた、ナバテア人の建造物群も存在している。石は、注意深く掘られていて、天井を支えるアーチ群も特筆すべき、巧みさで組み立てられている。マムシトは、 ペトラとガザを結ぶ交易路上の拠点として、紀元前一世紀に建造された。やがて町は発展し、農業にも力を入れるようになった。ローマ帝国の支配とともに、マムシトでの交易が衰えた時に、選挙者たちは別の生計の手段を見出した。それが、馬の飼育である。マムシトの住民たちは、名高いアラブ種を飼育し、莫大な富を手に入れた。 ビザンティン帝国時代には国境都市になっていたために当局からの支援を受けていた。ユスティニアヌスの時代にこの資金が尽きると都市は自然に衰退した。現代のイスラエル建国前に後に初代首相となるダビド・ベングリオンはマムシトを首都とすることを計画していたこともある。彼が当時描いていたネゲブ砂漠植民の夢に符合していたためである。 マムシとでは二つの聖堂が発見されている。西のナイル聖堂には、色とりどりの幾何学模様、鳥、フルーツバスケット、ギリシャ語で書かれた五つの剣字などに飾られた、モザイク模様の床がある。東の聖堂には、小さな大理石の柱に乗った、聖書朗読台や、その他の遺物が残っている。マムシとは、他の三つの都市ともに、ネゲブ砂漠の港の道と、 都市軍としてユネスコの世界遺産に登録された。ありがとうございます。